川口市両家三丁目新芝川沿い。川口市内東京都道、埼玉県道二百五十五号、足立埼玉自転車道線は、東京都足立区から埼玉県埼玉市大宮区に至る都道府県道で、ある。新芝川、芝川に沿う自転車歩行者専用道路である。なお、整理高度千六百一の特例都道、二百五十五号線は、千代田区から港区に至る。 全く別の路線である。埼玉市管理区間の大半は河川改修工事により未整備となっている。整備されている区間はわずか0 2 3トルのみである。なお、このうち埼玉県が川の国埼玉川の再生基本方針に基づいて策定された水辺再生100プラン事業によって国道463号の念仏橋から北へ7 8トルの区間を 芝川遊歩道として2010年度より整備を開始している。ただし、本堂への接続、編入は未定である。また、旧大宮市が1977年から1984年にかけて独自に芝川サイクリングロードとして整備した区間があるが、河川改修工事によって寸断した区間が多いようである。ありがとうございます。